さあここは JR の新札幌駅です、はい、新札幌駅、新札幌駅、これホテルは札幌駅の近くですよね。ここはここはだから新大阪駅、新大阪みたいな感じじゃない、はい、多分新幹線の駅みたいな。新幹線通ってるか知らないんですけど、新幹線通ってるのかな、通ってる、あ、新幹線通ってない、まだ札幌まで来てないです。札幌まで来てない、函館まで、函館まで、新幹線は通ってない。だから新大阪とか新神戸とか、はい、新がつくから新幹線通ってると思ったら大間違い、大間違いことですよ、そういうのは。でこちらが、ここがその名店街って言って、はい、新札幌駅名店街っていう飲食店がこうずらっと入ってるエリア、はい、エリアというか施設があるんです。でここに喫茶店があるんじゃない、ちょっと行ってみましょう、はい。でもやっぱり喫茶店よりさ、これなんか海鮮もんとか食べたい ね気になるですね。やっぱり札幌来てるわけやから。あ、こここれじゃない、あ、ここ馬車、駅馬車、駅馬車、すごいね、日ハムの。え、なんか知ってる選手いますか。いや、もう監督ぐらいですわ。これはだって新庄さん、新庄さん。私も全然野球分かれへんのよ。で、野球やってたのに全然知らんの。全然知らん、もう。あ、そうなの。今の選手全然知らないです。全然分かんない。でももしかしたら野球選手が来るのかもしれへん。清宮ぐらいですね、清宮選手。清宮、あ、これそう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 、あ、ちょっと痩せろって言われてね。あ、そう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 、そうやわ、うん、じゃちょっとお邪魔しましょう、はい。これはね、もう奥も押すも引くもないですよ、はい、自動ですか。自動です。自動、自動、いっぱい書いてある、自動、うん、8時までね。土日は6時まで、土祝は6時まで、日曜日定休日、全席喫煙可能。多いですね、全席喫煙可能、ね、そう、あの喫煙者からしたらまだありがたいですよ。そうだね、ありがたい喫煙ですよ。ちょっとお邪魔しましょう、はい。うわあ。ただこれ自動で開くと思いきや、はい、ここ見てください、引くがまだ、まだある。二重扉、二重扉、二重扉で。お邪魔します、はい。あ、お客さんがいらっしゃいますね、うん、お邪魔します、よろしくお願いします。お邪魔します、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ね、お願いします。こっちですか、こっち、うん、はい、そちらの方、はい、どうぞ。お客さんがいらっしゃるんですよ、ね、しますね、すいませんね。ヤングなイケメンが、ヤングなイケメンお願いします。いかついのね、いかついのが、ね、懐かしいんじゃない、髪型ね。えもうなんかちょっとこの間切ったばっかりなんですよ。あ、切ったばっかり、はい、ね、ちょっとアフロっぽくなってて、はい、マッチパーマ見たくなって、少し昨日一昨日切ってきたんです、はい。ニャンチャ系の、ね、ソフトいい、とんでもないリーゼントみたいな、とんでもないリーゼントね、はい。ここどあ、いろいろね聞きたいことあるんですけど、はいはい、日ハムのね、うん、のぼりが貼ってあったりとか、はい、まずは飲み物を、はい、あ、のぼりじゃなく、はい、のぼりじゃなく、はい、うん、はい、飲み物、おすすめ何かありますか。なんかコーヒーが飲めないっていうのは、そうなんですよ、はい、情報だけは入れておきたんですけど、この人は飲めるから。あ、そうです、はい、はい、ホットコーヒーもありますし、アイスコーヒーもうちはちょっとアイスコーヒーはおすすめですね、おすすめしてますね、はい、アイスコーヒーで。あとは北海道せっかく来たので牛乳がやっぱり美味しいので、あ、やっぱり牛乳、あ、そうですね、ミルクセーキとかもうちはあるので、ミルクセーキなんかも昔ながらでやってますけど、え、ミルクってメニューであるんですか。ミルクセーキです。あ、ミルクセーキね、はい、はいはい、そういうのがございます。あ、じゃあ卵と使って美味しいですね。ミルクセーキにしようかな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、じゃあミルク、あ、うん、ミルクセーキにするわじゃあお酒あるよ、お酒もありますよお酒いけますか、ますけど、お酒も、お酒行くのはマダムココだけにしようミルクセーキにします、はい、ではお願いします、はい、はい、お願いします、はい。え、日ハムののぼりがそこ貼ってあるじゃないですか、はい。やっぱり選手が来られるんですか、ここに。いや、選手は全然、全然です。全然です、はいはい。ここにシャトルバスが、うん、今エスコンってできましたよね。できましたよね、北広島に、うんうん。で、まだここからシャトルバスが出てるので、はい、はいはい、それもまああるし北海道っていうのもあるので、うん、一応、ね、まあ私たちも、うん、とファイターズを応援っていう形で。ああ、はい、なるほど。じゃあファイターズファンなんですね。ファイターズ、うん、まあはい。まあまあ、まあ、あまり、はい、野球がすごく
詳しくはないです。そんな私もそうなんですよ。そうなんです。でもいつもこうやってテレビとかでは入れるんですよね。ああそうなんですよ、はい、そうなんですよ。あじゃあこっからみんなバス乗ってそのエスコンフィールドに向かうんです。はい。いやこの昨日到着して、はい、でその空港からのこう車道中、うん、エスコンフィールド見えたんです。すごかったですよ。そうですね。はい。ちょうど今ソフトバンク線がやってるので、そのあたりだけなんか大都会みたいになってましたね。そうですね。あそこはすごいですね。車もすごい、ね、もうちょっと渋滞ぐらいになってて。そうですね。みんな大変だって言ってますね。そうですよ。昨日が日ハム対ベイスターズかな。違う。ソフトバンクです。ソフトバンクね。今日も途中まで負けてたんですけどね。どうなるんですか。昨日勝ったの。昨日負けてます。多分あ負けてる、はい。ファイターズは。はい、あそうなんだ、ね。で今日も今さっき見てたところで7対1で負けてたんで。あ負けてた、はい。どうなるかな。なね、まあ勝ってても負けててもどっちでもいいです。はい、いやそうですか。別にそんなに詳しくないから。あそうなんですか。応援してるわけではなくて。でも日ハムがもし優勝したらなんか半額セールとかそんなんはするんですか。まあ特にしてないですね。別にそれ、はい、そこまで入れ込んでない。そこまでははい。でもまあやれと言われたらやります。誰が言うんですか。誰が決まるんですか。じゃあママなんですか、ここ。そうです。あ、そうなんですね。はい、よろしくお願いします。じゃあオーナーさんっていうことですか。うんうん、はい。オーナーはうちのマスターになります。マスターが。はい、そうなんです。ご夫婦マスターかっこいい方やってるよ。はいはいはい、ミルクセキ作ってます。ね、シェイカー振ってます。いつもよりちょっと多めに振ってるから。ちょっと多めに。ね、めでたいんで。めでたい、めでたい、はい、めでたいんで。あ、そうなんや。じゃあご夫婦っていうことですか。そうですね。あ、そうなんですね。はい、で、あとは、うん、あとはもう娘さん、はい、いや、みんなあのスタッフです。あ、スタッフアルバイト、はい、そうです。そうなんですね。スタッフです。はい。金髪やから娘やろうかな。はい、お二人来るって言ったらもう喜んできてますんで。あ、そう、はい、いつもは、あの、結婚の時間は働いてない。アルバイトしぶるはずなんですけどね。今日出ますっていう。今日は。今日は出ますっていう。しっかり働いてくださいね。本当ね、働いてください。アイスコーヒー、アイスコーヒーですよ。やっぱ馬車、はい、駅馬車でした。駅馬車やね。うん。ぐらいからやっぱ馬がね。そうですね。昔もっとね馬の置物とかいろいろあったんですけど、うん、だいぶ処分しちゃいましたね。邪魔で。あ邪魔で。邪魔でってなんで店の名前やの。店の名前やのに。もう席増やすのにねいろいろ忙しかった。ああそういうこと。そうなんです。はい。で店の名前の駅馬車っていうのはどこから。誰かが 馬が好きなの、はい、それ単純に駅が近い、あ駅が近いですよ、馬上が駅だってことね、だから駅が近くでこの駅地下で馬車馬のように働いてるっていうことじゃない、そういうことよく言われますそれは、ね、ちょっと文句言った方がいいよ、はい、オーナーにマスターに、はい、言ってください、働かせすぎちゃった私の代わりに言ってください、それかオーナーがもしかしたら馬並みなんかもわからないね。いやいやいや。もしかしたら。それは可能性ね。シークレットで。やとしたらもう通うね。通うね。それは通う。ちょっとすごい早く出てきてほしいもん見たい。馬並み。あじゃあ前掛けしてた。前掛けしてたかわからないから。失礼します。コースターがレコードですね。うん、そうなんですよ。おしゃれ。ね。出ます。一番もうコンセプトは昭和なので、昭和がコンセプトだ、ね。はい、はいね、どうぞ。ありがとうございます。はい、牛乳、北海道の牛乳のミルクセーキを、うん、はい、ぜひいただきます。はい、ぜひ。ミルクセーキで何が入ってるんですか。卵の黄身と、卵の黄身、はい、牛乳と、はい、牛乳で。バニラアイスちょっと入ってる、シロップですか、はい、シロップと、はい、甘いですもんね、ミルクステーキ、そうですね、でパッと見ミックスジュースみたいな、ね、美味しいわ、懐かしい味、なんかありがとうございます、ホッとする、うん、癒されるわ、やっぱ北海道のミルク使って、そうですね、牛乳がね、そうですね、なんかやっぱこれのミルクはなんか北海道の、うん、自分のあれですか、セコまで買ったミルク、セコまで違う、セコまではなかった、セコまではなかった、すごいそこら辺にいっぱいあるんですよ、セコマっていう ね、はい、あのコンビニがありますね、そうですね、いっぱいあるがそこかなと違いましたか、うん、ちゃんと新札幌乳業っていうのがあるんですよ、あ新札幌乳業、はい、そこの牛乳、あ、ね、ちょっとやっぱりなんかちょっと大阪で飲むミルクセーキ、うん、まあ、あんま飲むことないけど、はい、一回この番組でミルクセーキ飲んだことあると思うんだけど、うん、なんかちょっと濃い気がする、あ牛乳がね、牛乳がね、そうですね、濃厚な、はい、うん、そんな感じがする、でも甘さは控えめです、そうなんです、ね、
その牛乳の濃さを味わっていただいて、それで、はい、でたまにやっぱ鯉好きの方はあのガムシロップを別にくださいっていうお客さんが結構います。いやこれぐらいの方がやっぱり牛乳の味がちゃんとね、はい、分かりますしね、おいしいよ、どうぞいただきます、はい、アイスコーヒーがおすすめですもんね、はい、そうですね、コーヒーは入れ物が、うん、そう、これでこれ真鍮、真鍮って言いまして、あのもう開店当初からもうずっと、うちもう45年近いんですけど、うん、その中でずっと使い続けてますね。温度の変化がしにくいんですよね。そうですね、あのずっと夏場は特にキンキンのままでいけるのでね、いただきます。はい、うん、ああ、あの、うん、深入りは深入りですよね。そうですね、で、はい、フルーティー、ああ本当ですか、ありがとうございます、うん、香り付けに香り付けに、あの落としたての段階でまだあったかい段階で、うん、あのちょっとあのブランデーを少し垂らしてる、あ、うん、そうなんですか、そうなんです、はい、まあもちろんアルコール分は、うん、あの熱い状態なのでもう飛んでますけど、これがもう作り方はずっと私2代目なんですけど、もう初代の時から教えてもらってずっとそのまま、40何年っておっしゃいます、45年ですね、45年、はい、5年目ですね、で、はい、2代目で、はい、でお父様がやられてた、そうです、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、そう、老舗ですね、じゃあ、ね、45年ですね、ってことでも45年前から内装はこの感じなんですか、そのまんまです、はい、あ、じゃ あ, まあ昭和感は残ってる感じなんですかね、そうですね、もう椅子もテーブルも全て開店当初のまんまです、そうなんですね、はい、大事に使ってます、はい、ちょっとアメリカンな要素もあったりね、そうですね、あのどこ、はい、あれ、あ、ギターが置いてあったり、はい、あのマイクがあったり、そうですね、奥あれなんかダーツがありますよ、あ、これはもう完全に僕の趣味で、あ、ダーツ、ええ、これはもう本当に 2,3 年前にこういうことやろうと思って増やした、じゃあ 2,3 年前まではダーツなかったんです、なかったんです、はい、でこっちのギターはバンドかな、こちらも私の趣味でバンドしてるの、はい、で、今ちょっと片付けちゃったんですけど、はい、あちらの方にドラムとかも全部あって、まあ、こちらに、ミキサーとかそういうのがあって、うんうん、で年に何回、はい、何回かそのバンドパーティーみたいな感じで、うん、土曜日の夜なんかに、ね、お客さんをちょっと呼んで、うん、まあ、楽しみながらっていう感じでやったんですけど、ちょっとちょうどコロナになったので、コロナの時期になったので、それからちょっと今やめて、あ、そうなんですか、はい、また再開できるじゃないですか、ね、はい、そうなんですけど、うちもちょっと再開発に引っかかりまして、耐震工事に引っかかりまして、うん、こちら出っ張ってるところなんか、これ JR の柱なんですけど、あ、これが、はい、うん、これをあの耐震工事でまた大きくしなきゃならないらしくて、でそのためにやっぱり店壊しちゃうということで、え、ここそうなんですよ、で来年40なくなっちゃうんです、あ、そうなん、40年以上続いた、そうなんです、それで来年の一応2月いっぱいで一応ここは退去して、うん、あ、そうなんですね、そうなんです、はい、で場所変わってまた新規店オープン、そうですね、で、まあ、場所が、まあ、僕も55なんで、うん、まあ、また新札幌で頑張るとなるとちょっと、うん、まあ、今土地の値段も高くなっているので、うんうんうん、隣町の江別市なんですけど、江別市が私の実家なんかがあるんですけども、ああ、まあ、そちらでもともと江別で父と母が喫茶店をやってたんですよね、うん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 、そこの場所がまだ残っているの でここが実際は2号店としてやったんですけど、そうなんですか、はい、でも大技の方がちょっと母が若くちょっと亡くなったので、うんうん、もう そこは閉めてたんですけども、うん、まあ、持ち家だし、あ、じゃあ、はい、1号店にまた戻る感じなんですね、そうですね、そちらの方に移ろうかなっていう感じで、あ、なるほど、はい、だからドラムとかはもう運んじゃいました、じゃあ向こうではライブもできるし、そうですね、ダーツも、はい、ダーツも、はい、どっちかというとそっちに今度力入れようかな、あ、ダーツ、はい、そうなんだあ、ダーツにお好きなんですか、いや、最近好きになりまして、あ、はい、ダーツってあんまやることないけど な、ね、でも楽しいです、得意なんですかダーツ、いや、得意まではいかないですけど、でも大体野球のやってる方っていうのは上達早いですよ、うん、あ、ほんまですか、はい、めっちゃ野球、はい、野球すごいんです、はい、もう調べましたもん、あ、そうなんでもや得意なのダーツは、ダーツはほとんどしたことないです、ああ、そうか、でもダーツってやったことない、だからちょっとだけ知識はあったりするんですよ、こういう知識、そうです、あのね、野球で一緒ですよ、こう手首をこう固定した状態でこう投げるとかね、そういう
リリースポイント。リリースポイント。一緒です一緒です。リリースポイント。リリースポイント。あの真ん中のとこブルって言うでしょ。はい。それは知ってる。はい。それぐらいしか私知識ないから。でもあそこよく見ると2個あって真ん中、ねええうん、インブルとアウトブルってなってるんですよ、ね。ああ、そブルの中でも。はい、そうなんですよ。ちっちゃいのがあるんですよ、ね。ああ、そうなんだ。ブル中野ってそっから来てた。お前ね、そうかも分かれへんね。かもしれん、ブルーの中で、ね、ブルー中今思ったけどね、極悪同盟なの、はいはいはい、ちょ聞いとこダーツが流行る前からの流行る前から、先取りダーツやってみる、やってみますダーツぜひ。でもあんまり得意じゃないから、あんまりやったことないけど。でもダーツ置いてるってことはお酒もここ出してるんですね。そうです、メニューあったもんね、はい、なんかちょっと飲みながらのイメージありますもんね、うん、そうですね。でもまあ、まあ、そんなのもね、はい、またいろんな真剣にやる、まあ、うちこういう喫茶店でダーツ置いてるお店って少ないんですけど、うんうん、普通はあのお酒のダーツバーみたいな感じがあるんですけど、そうやね、うちはもうランチが終わる2時ぐらいからちょっと開放してるんですけど、そしたらもう真剣にやりたい人はもうお酒飲まずに真剣にやってる人もいれば、あの夕方から晩にかけてはもうあの本当に負けた人をテキーラね、ああ、よくありそうですね、はい、そういうのをやったり、あとちょっとやっぱり口説いてる女の子の前でかっこいいとこ見せようとかねありそうですね、はい、そういうお客さんいたら僕潰しにかかります、邪魔しに邪魔しに行きます。いやそれ負けてあげてよ、はい、いやいやいやお客さんのために口説こうとしてるんだから、ね、 ね、そこ負けず嫌い出したらあかんわ。そうなんですよ、この店がいい思い出になるから、ね、ね、二度と行くかあの店ってなるよ。甘くないです。やっぱりそこ甘やかしたら、甘やかしたら、ね、お客様の神様ですよ、時代終わったから、ね、そうですね、はい、でおすすめのお料理、じゃあメニューをちょっと見せてもらって、いろいろ混ざっちゃってる、おすすめのこれは、あこっちもあるね、フードメニューね、結構あるんですね、いろいろ、はい、おすすめ何があります？で書いてるのがあるので、これ、うん、そうですね。一番うちで出てるのはやっぱりこれランチメニュー、そうですね。やっぱりナポリタンが、ナポリタンとか出ますけど、うちの場合はちょっと濃厚なんです、ね。濃厚。あの昭和の、あめっちゃ美味しそう。ね、鉄板で、鉄板の、あのギトギトナポリタン昔のイメージ、油がね、はい、そのイメージで食べていただくと、そのイメージの方が。ちょっとあ意外と美味しいんじゃないっていう感じで、パスタ屋さんのパストと一緒にされるとちょっと照れるんですよね。ああなるね、はい、うん、でちょっとギトギトですよっていうところをちょっとハードル下げといて、そうなんです、そうなんです。でもめっちゃ美味しそうですよ、そうですね、うん、卵付き下にあの鉄板の、ね、卵が引いてある、引いてあるんですね、はい、濃厚ナポリタン、チキンライス、和風パスタ、ベーコンエッグ、はい、ミートパスタ、シーフード、カレーライスどれにしますか。他何かあります、おすすめ。そんなあとはトーストとかになっちゃう、ね、トースト、はい、トーストもトーストもいろいろある、バターですね、あ、こっちか、こんな感じです、はい、バター厚切りトースト、厚切りなんですよね、5センチ以上あります、バタートースト、ジャムトースト、ハニートースト、どうしようかな、何がいい、濃厚ナポリタン、いいでしょうかナポリタン、でも美味しそうやもんね、うん、じゃあトーストにしようかな、私はトーストは一番下のハニートーストはあのアイスクリームも乗ってる感じになりますね、はい、なるほどね、はい、シナモン最後にかかって、悩むな、ジャムも美味しいですよね、うん、その私もね、なんかすごいね、ジャムトーストすごいなんか今魅力を感じてます、ね、はい、イチゴとマーマレードと2種類入ってきました、あマーマレード入ってて、はい、めっちゃ美味しそうや、そうしようかな、なんかうち の子供の時を母親がいつもパン焼いてくれて、うん、ジャムもこう塗ってね、うん、その味がなんかしそうな気がするなんかそんな気がするな、近づけるよ、努力します、はいはい、うん、じゃあジャムトーストにします、はい、はい、ジャムトーストと濃厚、卵式にするの、なしにするの、卵、はい、お付けします、ありがとうございます最近あんまり見ないですもんね、ギッチョギトナポリタン、いや見ひんね、あんまり ねそんなに見ない、ね、はい、鉄板で出てくるとこは鉄板ですね、はい、昔からずっとなんですよ、関西でもあるけど、あそうみたいですね、なんかそんなギトギト感やっぱないですね、あそうですか、もうめちゃくちゃ、はい、こってりです、あそうなもう濃厚って書いてるだけ、まあそうね
そうなんです。でも一番人気ですかやっぱり。そうですね。まあいろいろとあの他のテレビとかでもこうちょっと取り上げてもらったりとかが意外と多くて、そうなんですよ。で、あの私たちのインスタグラムとかそういうのでは全然何にもやってないんですよね。ただ他のお客様が入れていただいて。ナポリタンだけがお店から発信じゃなくて、はい、お客さんがこのナポリタンだけが勝手に走っていってるような状態。あ、そうなんね、はい、じゃあ本当このナポリタン目当てでここに来るお客さんもいるんですね。いますね、本当にナポリタンだけ目当てで、ランチ時間同時に。ナポリタンとダーツやとどっち目当ての人が多いですか。ナポリタンの方が多いですよ。ね、ダーツはまずそこまでそんなに打ち出してあ、そうなんね。あと夜になるとダーツで、うん、もう一生懸命、はい、皆さん遊びには来てくれてますけど、ね、楽しみ。そうなんです、ね、濃厚。じゃあ料理もドリンクも全部マスターが作ってるんですか。そうですね、あのドリンクはもう私たちがやったりとかアイスコーヒー落としたりとかはまあ全然するんですけども、料理はもう完全にうちのマスターのみが。じゃあマスターが一番馬車馬のように働いてるんですか、ね、もしかしたら。はいはい、いや叩いてるだけです。なんとか働いてもらわないと、はい、稼いでもらわないと。無知で売って、はい、はい、そうです、そうです。作りたくないなんて言わせません。はい、大丈夫です。なんかこう夫婦の上下関係が見えてきたね。ね、ね、はい、やっぱり結局は強いんですよ。強いですね。結局はね、奥さんが強い。それが馬車の馬のふりしてる。ふりしてて、はい、上手、上手。それが一番いいんですよね。それが一番どうしよう、今日今晩ちょっと喧嘩になるかもしれない。でも本気で喧嘩してめっちゃ怖いと思うよ。ね、もう絶対。昔やんちゃしてましたよ。いやそんな気する、ね、この札幌ブイブイ言う場所と思いますわ。なんかこう、こういうやつなんていうの、メリケンサックみたいなやつ持ってそうだね。持ってそう、持ってそうだもんね。隠してんのかもしれない、もしかしたらね。でも昔やんちゃしてた人っぽい風貌がわかるやん、うん、であの人がちょっとだけ優しいことしたら100優しいぐらい感じるもんね。そうですよね、ありますよね、うん、そういうのね。そうだね、うん、はい、あのママもやんちゃしてたもん。わかる、ね、そんなことないです。結局もう2人やんちゃで、そうですね、あれ、髪の色はもう一緒なんです、ね、はい、ずっとその色で。そうですね、ここ半年以上ぐらいかな。え、高校時代は、高校生、いや高校時代はちゃんとまともです。あ、そうなの、はい、はい、普通にしてました。あ、もうあの道路引きずるぐらいのスカート履いてたんだな。履いてね、はい、そういう感じじゃない。はい、いやいや、はい、はい、うん、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ長めの、はい。いや、そんな時代みんなあるんですよ、やっぱりそれはね。そうなんです。どこ、いつ出会ったんですか、マスターと。いつ出会った。どこでいつ出会ったの。うん、なんかもうこう知り合いの関係とかそういうなんか、あ、紹介で、はい、そうですね、そういうあれ紹介というか、はい、あれがあった、会合みたいな。何気に何気に知り合っていっただけで、はい、あ、そう、集会か、集会みたいな感じ。そうだよね、そう、集会ってあれって言うやん、集会があって、はい、いろんな家族会から、はい、そんなのから、はい、ね、一緒になっただけです。あ、そういうとこで、はい、もうご結婚されて長いんですか。ええ、もう最近です。あ、最近ですね、はい、そうなんです。え、あ、そうなの、まだまだ、はい、まだ全然浅い。新婚、知ってはいたけど、はい、うん、ああ、ずっと長く付き合ってたけど、はい、最近結婚、長く付き合ってた、まあ最近、はい、たまたま、まあ私がずっとここにいたんですよ、うん、バイトしてたの、お店に、はい、ずっと仕事でして、うん、え、どういうこと でここの前のマスターもいらっしゃってて、うんうんうん、亡くなって代替わりで来てもらって、うん、そこから。ああ、なるほど。ってことはだからマスターの方が この店でいうと仕事してる歴は短いね。そうですね、はい、ああ、そういうことね。さっきに先代の方からバイトしてた、はい、その時から私はバイトで。でもその時から、その時顔見知りじゃなかったって。それはまあ知ってたぐらいです。知ってたぐらいけど、はい、ここで毎日、はい、まあ会うようになって、うん、そうですね、まあ変わってもらって、はい、ああ、そうなん、そうなんです。いいね、この駅場所の危機を。いいかな、それ、いいかな。いや、だってその時はまたお互いそういう意識もなかったのに、まあ、そうですね、ね、いや、分かるけど、でもさ、マスターにしてみたらさ、言ったら従業員をさ、くどくわけやん、ってことになるわけやろ。ね、言ったら従業員でバイトをくどいてるみたいなことやん。でも、それそんなくどくほど、そんな向こうからしたら若くないんで、ボスやったかも分かんないですもんね。あ、そうそう、あ、そうか、頼りになるっていうね。そう、マスターからしたら。でもずっと狙ってた可能性もあるしね、もうだいぶ前からも、実は、うん、もしかしたらだといいですね。あ、そうなんだ、ね、
そどういうタイミングでここされるの？いやいや、もうやめましょう、これもうやめましょう、めっちゃ気になる、もうやめましょう、なんか違う、なんか違う話ないですか、最後最後マスターが馬並みなんかも最後そこまで繋がっちゃう、結局繋がっちゃう、そう、ね、聞いて終わろうかな、ね、どういう、どなんかどうなん、洗い物とか捨てた時に後でエプロン外させます、ね、告白されるのかな、ね、そうそうなんです、じゃあそれ他のスタッフもびっくりしたんじゃない、はい、突然できてたのっていう、いやそんなにうちスタッフ多くないんで、でも2人はそう彼女たちはもう最近です、本当に、あ最近、はい、そうです、あそうなんね、はい、でもさ、じゃあ古い人もいるんで、家は別にあるわけでしょ、うん、そうです、2人家で喧嘩した次の日とかどうしてんの、ここ2人はでも出勤しないといけないわけでしょ、ここ無言ですよ、ずっと無言、ずっと無言です、でもずっと無言、どっちかがさ話しかけなも終わりがないでしょ、意外とそうですね、折れる瞬間って多分なんか結局はご飯食べる時間とかそういう時間に折れるから大丈夫なんです、お互い、あそうなの、仕方ない、じゃあそれがもう3日4日続くことはない、そんなにないかな、あそうなの、はい、まあずっとイライラはしてるけどどんどん会話して普通に戻っていくって感じ、ね、やめましょうもうこれ終わりにしましょう、いやでも恋愛経験が実はないからそういう話好きなんですよ、なんか羨ましいし、なんか憧れる、私も多分同じぐらいですよね、50ですですね、私が49なんですよ、あじゃあ近い時間、そうですよね、うん、で5つ6つ上か、6つ上なんです、そうなんです、ちょうどいいやんねえってことはでも再婚ですか、はい、じゃあ ×1 とそうですね、はい、×2 ぐらい、バツ1、あのね、それは聞きすぎる。カズマでごめん、イメージでちょっとしてしまったけど、そうそう、バツ1、はい、そうです、あそうなん、はい、どっちもバツ1じゃない、どっちも、はい、そんな感じです、マスターはバツ2じゃないいやで、まあ、今でもさ、新婚じゃないですか、言ったら、うん、言うて、まあ、はい、ってことは毎日ここで働くの今は割と楽しいんじゃない、ラブラブで、あもう全然、はい、そうだね、空気みたいなもんで、あそんな感じなの、空気みたいなもんで、はい、あそうか、はい、まあ、大体ランチ時間終わったらあの人ずっとダーツで遊んでるんで、うん、はい、あとは一緒にやったりしないの、ダーツ、まあ、さっきもちょっと遊んでましたけど結局は仲いいけどね、楽しそうやね、羨ましい、はい、はい、遊んでました、ほんまに羨ましい、ね、アルバイト働かせて遊んでましたそうそんな感じです、日々日々、はい、え、じゃあ昨日はキスしましたか、いやしてないと思いますね、思いますね、思いますね、やからね、はい、してるわ、やってるかもそれだけ日常的にやってるわ、いやしてないは、ね、うん、はい、時計も止まってるやん、お前、ね、あもうずっと巻いてません、時を止めたいやと思います、幸せやからあれ来た、うわ、あ、来た、はい、あ、すごい、すごい、え、めっちゃ分厚かった、うん、思ってた倍分厚かったよ倍分厚かったね、すごくないこれ、うわー、これはちょっとお母さんここまでしてくれよいいよ、置いてていいんじゃない、すごいですね、どうやって食べようかな、かぶりついてるんですか、かぶりついてますね、割と皆さん、はい、パンチがあるな、どっちがどっちかも分かれへん、分かれへん、どっちがジャムでどっちがマーマレードかがまず分かれへんけど、うん、そうですね、当てるわ、当ててください、こっちがジャムやと、あ、うん、こっちがジャムじゃない、ここだってちょっと赤いもんこっそりついてる、こっちジャム、いや私も分かんないです色的にどうですかね、こっちこうジャムっぽくない、いやこっちイチゴっぽくないですか、あこっちがイチゴか、でこれはだからこう、あれ、うん、そうですね、多分重ねた時についちゃった状態ですね、まあまあまあ、こうつけて切るからね、はい、うん、そうなんですね、皆さんもう一回こっち見せてもらっていいですか、ね、はい、ちょっとここがピンクだからこっちジャムが違うかと、こっちイチゴジャムとマーマレードだから、はい、で割と黄色っぽいのと赤色だから、はい、こっちがジャムかっぽいですよね、色がやっぱ濃い方がジャムっぽい、ここもそうだね、わかんない、それも楽しみの一つやね、うん、分厚いわそれにしても、はい、これ見て、うわ重たいずっしり、はい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 、あ来たよ、はい、うわめっちゃ美味しそう、あ美味しそう、鉄板熱いので、はい、
ちゃ美味しそうやんこれ。そう。じゃあ私トーストさせていただいていいですか。はい、これじゃあかぶりつきですね。かぶりついていいですね。どうこういきますか。こう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 か。あこうやって結構こうやね、こうやね。ですね。女心分かってない。全然分かってないわ。女子ですから。はい、ねえ、こういきます。はい。ジャムや。当たり？当たり？おいしい。マーガリンのこの、そうなんですよ、合わさってやばいですよね。ね、塩っ気とジャムの甘さ。で、パンサクサク。パンも本当に。地元の付き合いでこの並びでスイートベリーさんっていうパン屋さんとずっとお付き合いしてて、そこからあ、そうなんですね、あの取り寄せしてるドイツパンなんですよ。ドイツパン、はい、ドイツパンなんです。ドイツパンってどういう特徴が、塩味が強いのと、あと外側が硬いんですけども、中がふわっとしてる、フランスパンとかそのような感じの、はい、美味しい、はい、ジャムも箸まで入ってますね。でもね、見た目は全然違うけど、お母さんの作ってくれるあの食パン思い出した。懐かしい。うん、懐かしい。よかった。美味しい。うん。すごいね、ほんまにこれ、たっぷりジャムが。で、うわっ。やっぱ大さん、ええとこなのね。はい、生まれやからお母さんがジャム塗ってくれるんですよ。普通塗ってくれへんすよ。え、塗ってくれへんの。食卓にもうポンポンと置かれるだけですよ。そうですね、自分で。ほんでバターめっちゃ塗ってたら怒られるんですよ。あんた塗りすぎやー言って。うちはね、母親が食パン焼くでしょ、はい、バターを全部の面に塗ってくれてる。これ横もですか。横も横も、表裏横全部塗ってジャム乗せて、食べって言う。いや優しい、ね、もうすぐ過保護で育った。そうやね、ね、思い出したな。マミーよ、マミーよ。どうぞ食べて、はい、食べて。やっぱ熱いの気をつけてください。鉄板熱いのにね。これやっぱ卵いや最初別で食べた方がいいけど、包んで食べた方がいい。いや最初はもうそのまま、はい、いただきます、はい。濃厚ナポリタン、はい、うわ、めっちゃ美味しそう。すごい。これだからナポリタン作った上にちょっとまたソースを、ナポリタンソースみたいなの乗せてる。いや、そうではないんですけど、最後にその縁残ったのを上に乗せるみたいな感じです ね、はい、絶対美味しい、絶対美味しいですね。普通のパスタ屋さんの多分3倍ぐらいはあのケチャップ多く入れます。あ、そうなん、はい、いただきます。はい。服に飛ばすんじゃない。ねえ、そうですよね。危険やな思いながら。うん、うん、はい、どう、めちゃめちゃ濃厚です、はい、あ、そう。でもちゃんと甘みあるでしょ。あ、で、はい、え、さっきにチーズもちょっと入ってます？うん、入ってはいない。あ、チーズ出してないですね。出してないですね。はい。な、ここの匂い。いや、すっごいチーズの香りしたんだけど。でもそれぐらいだから濃厚ってことじゃない。濃厚。で、卵の匂いかもしれないですね。そうですね。で、はい、いい酸味と甘みですわ。あ、そう。うん。これは美味しい。はい、うん、なんか美味しそうやもん。うん、でもやっぱり。こうちょっとさ、こう持ち上げてるとこ見たらやっぱりちょっとしつこそうかなっていう、そうですね、感じはビジュアルからはするんですけど、うん、はい、全然もう 2,3 倍食べれるこれやったら。うん、ほんまに食べると思う、この人は。うん、まあ、ね、よかった。美味しそうやもん、濃い。好きな方は本当にやっぱ大盛りってほぼ2玉入れちゃうんですけど、うん、2倍入れるんですけど、それでも綺麗に食べきって帰られますね、お客さんで。別でライスもらって、うん、そうですね、そういうお客さんもいます。はい、はい、そうですね。え、そんなことする？ライス、ナポリタンでライスっていう方も中にはいます。います。うん、やっぱり濃厚なので。それは知らんかったわ。やっぱお坊ちゃんやからさ。あ、お嬢様だった。お嬢様です。お嬢様。それ知らんかった。
もうこの鉄板についた油から何からご飯に染み込ませて。でも美味しそうだね。そうですね。美味しそうだね。美味しいんですよ。神戸のそば飯みたいな、ね。そう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 。やってみよう今度。全部これ卵は最終的にどう食べるんですか？あの隙間ができた時点でちょっと、うん、あのフォークでこう、はい、じゃあ一緒に回していただいて、はい、もっとこうナポリタン減らしてこうオム焼きそばみたいな、そうですそうです、ね、でも美味しいかもしれないね、はい、そうですね、こういう感じでね、はい、そうです、はい、そうなんです、あれと、いやすごいわ、美味しそうや、めっちゃいい匂いしてるもん。スカーフが気になるね。押さえたい。あー、うまい。うまい。やばい。うん、最高。最高。やっぱ卵が入ったら、また変わりますわ。そうですよね。まろやかになって。めちゃくちゃまろやかになって、さっきより濃厚さがちょっと薄くなるんですけど、うん、一気に食べやすくなります、また。味変みたいな感じの、それぐらいの変化ありますわ。ただやっぱり卵が一番下におるんで、うん、鉄板の熱をしっかり持ってるから熱々です。そうですね、はい、そうなんです。そうなんです。そうなんです。はい。鉄板やしね。美味しい。美味しそう。ありがとうございます。で、喫茶店はやっぱりなんか幸せに通じてると思う。そうですよね。どの喫茶店も。この落ち着くっていうのもあるし。うん、で、二人もなんか幸せになってるし。ね。ね。はい、マスターは人の幸せを潰しに行くんですよ。そうですね。いけどね、はい、そうなんですよ。でした。いや、それ言うてるだけやと思うよ。実際は違うんだよ。実はキューピッドかも。キューピッドかもしれないよ。いや、でもマスターは、1号店では働いてなかったんですよね。まだ子供だったので、生まれた年にオープンしたんですよ。あ、そうなんだ。44年からオープンして、20年前に辞めた感じなんですね。うんうんうん、ここ、その後、僕が小学校4年生か5年生ぐらいの時にこちらオープンしたので、うんうん、その頃はあの僕はもちろん小学生ですから。じゃあここでマスターをされて何年経つんですか？12年目になります。あ、12年目、はい、ってことで今55ってことは、はい、40、そうですね、42年目 で、 そうですよね。じゃあその前は何されたんですか？はい、その前はあの運送庁か。いやいや、運送会社の、あ、運送会社、はい、大丈夫なものを運んでました。大丈夫なものを運んでるんですよ。途中までは国営でしたから、あの、あ、赤い、あ、そうなんですね。20年ぐらい勤めてました。あ、ずっと勤めてて、はい、そうなんですよ。何きっかけでじゃあここを喫茶店都合ってなったんですか？まあ、父も高齢になってきて、うんうん、で私もその運送会社の、まあ、ちょっとあの管理職になってきたんですけど、うん、やっぱり転勤がつきもので、あ、なるほど、だんだんちょっと遠くになって、うん、あの、まあ、なかなかもう次ちょっと函館に行く予定だったんですけど、うん、離れてるのでもうしばらくちょっと帰ってこれないかもしれないってなった時に、うん、父が、お前は商売を継ぐ気がないのかと、あ、うん、何だって売ってしまうぞみたいな、うん、ちょっと脅かされて、そこでちょっと喧嘩になって。あ、そうなんだ、はい、でも喧嘩になったけど最終的には継いだわけでしょ？そうですね。だからもうこのお店も僕もあの学生時代とかは夏休みとか冬休みとかお手伝いに来たりとか、もともとこういう商売は好きだったので、まああの会社は定年まで行って定年後にまあちょっと継げればとっていう気持ちではいたんですけども、それがちょっと前倒しになったと。父がしんどくなってきたみたいで、はい、そうなんですね、はい、じゃあなんかそんなプレッシャーもなく、まあ継ぐのはまあできるやろぐらいの気持ちやったわけですか？そうでもなかったですけどね、最初はドキドキでしたけどね。そうですよね、はいはい、手伝ってたとしてもと全然中身が違いますね。違いますもんね。で、意外と全然やってみてどうでした？いや、思ったより大変なんだなと。はい、あの作る方も、あの僕も、まあ、子供の頃から父がちょっとあのホテル出身なので、うんうんうん、そのホテル出身時代のお友達のところにあのやっぱ最初に修行というかね、ちょっと教えてもらいに行ったりして、はいはい、うん、いろいろやったりしたのと、まあ、経営もね、やっぱり、いや、そうですよね。そうですね。料理だけじゃないですもんね。そうですね。家賃払って、人件費払って。人件払わないといけないし、そうやね、うん。クレームもあったらなんか対応せなんか。そうですね。全然ちゃいますよね。そうやね。今まではもう1ヶ月働いてお給料をもらうってだけやね。そうですね。だから赤字ではなかったですけど、
全部払って自分の取り分がゼロという月もやっぱりありました。そうなんです、ね、でもこういう感じでいろんなものがこう皆さんとつながるようになって、うんうんうん、それからちょっとこうあの少し知名度が上がるようになってから売り上げも上がってきて、うんうんうん、今なんとか、そういう僕の取り分がゼロっていう月はなくなりました。いや今はもう十分取り分あるんですよ。人気メニューもできてますし。そんなことないですけど、はい、でもこのトースト見たらちょっと採算度外視かなっていう気はしますけどね。まあそうそう、なんかでもそんなにそんなんでもないですけど、ね、そうですか、はい、大丈夫ですか、はい、もしでも寂しいですよね。小学生ぐらいからあった場所が、うん、そうです ね、まあ、そうね、うん、まあ、あのそれよりもやっぱりうちのお客さんが、うん、もともと僕が継いだ時は大体50歳60歳以上の平均年齢が高かったんですよね。そのお客さんたちがもうやっぱりこう毎日一日のリズムとして来てくれるっていう感じで、なんだったら定年になってもうちに来るのに定期を定期で毎日うちに通ってくれてる人もいたり、もうそれが私生活習慣やから。そうなんですよ。あとはあのおじさんおばあさんがキッチンから来て、まあちょっと今日たわいのない話をしにママにお話をしに来たり、まあおばあさんは僕がお会いするっていう感じで、そういうなんか、まあそれこそあのいろんなあのカフェが増えてますけど、うちはあえてカフェではなくてやっぱ喫茶店っていうイメージなので、もうだからあのBGM もちょっと大きめにして、うんうん、隣との会話が気にならないような内容にして、まあ、ちょっとワイワイ喋れるような感じにして、あ、まあ、そういう楽しみに来てくれる。だからもう昔ながら新聞なんかもあの用意してるんですけど、ね、新聞雑誌も雑誌、だからおじさん方はコーヒーいっぱいで新聞ね、今コーヒーなんかコンビニ行ったら100円とかね、うんうん、ちょっと ね、 ね飲めるんですけど、うん、でもここへ来たら好きなコーヒーと新聞とそうやってゆっくり時間を過ごせるっていうの でプラスタバコも OK で、そうなんです、ね、そうなんです。でうちはそうです ね、 もう2020年からこの受動喫煙って厳しくなって、うんうんうん、うちはあえて逆転の発想でタバコ吸えるお店に全部、うんはい、その代わり20歳未満のお客さんは断らなきゃならない、な従業員も20歳未満使えないっていう、うん、リスクあったんですけど、ね、やってみると新札幌で昼間は、うん、昼間のお店の中ではほぼ禁煙になってってしまったので、うちがあの、まあ、逆にタバコ吸いたい人が集まってきてくれるっていうような、まあ そ, うね、そんな感じになりましたね。はい、まあでもなんかやっぱりちょっとさ、この2人の話聞いてるとなんかいろいろ相談もしてしたくなる感じする、ね、なんか経験豊富 で、 でね、うん、人生相談みたいな。いや確かにちょこちょこ目合わせてラブ。いやそうだね。ね。チラチラね。チラチラ。すみません。いや実は僕は12年なんですけど、その前のうちの親の代から、うちのママはあのここで働いてたんですよ。そうそう。なんか聞きましたよ。そうなんですよ。なのであの僕はあのナポリタンを作るのと、はい、お金の勘定してるだけで、うん、実験を握ってんのは全部。そうなんです。そういうことなんですね。そうね。はい。僕はたまに人がいなくて早い時間に来てこう物を出したりするんですけど、そしたら何今日ママいないのかって言われて、なんでかなと思ったら、いや俺今日俺はブラックなんだよと、ミルクも砂糖も入れないんだよ、そういう常連さんのそのなるほどね、でも覚えてるいつものみたいな頼み方する人がいるわけですもんねって感じで、でもママはやっぱりここにいてもらわないと困りますね。実験握ってるから、実験握ってるから。主導権はママ、そうなんです。店でも家でも主導権はママじゃ、家でも。そうなんですかね。そうなんですか。先日お誕生日だったと。ああそうです。はい。ちょっとお伺いしたもので、はい。ちょっとお誕生日だと。ああそうですそうです。ケーキをちょっと用意させていただきました。総長とは思われへん、優しさ、ね、優しさ。だからこういう優しさにコロッとやられる、ね、そうなんですよね。ノック下手くそなんだ。ノックあの三塁線のノックすごいですね。ありがとうございます。あすごい、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。お客さんまでね、駅の向かいにあるあのファイドールさんって、うん、あの社長さんとお付き合いしてるんですけど、うん、そこのあのケーキを、はい、ありがとうございます。
焼けさせていただきます。はい、はい、じゃあ下手くそやなぁ。そんな消すの下手くそな人おる。おめでとうございます。おめでとうございます。39歳、どんな1年にしたいですか？どんな1年、うん、やっぱり咲く、そうですね、39、うん、大きな大輪を咲かせようかなと思います。素晴らしい。39にしても花咲かせよう、やっと花咲かせようかなと。あ、そうですか、はい、まだ咲いてない。まだ咲いてない。咲きかけたら閉じるんですけど。あれ？なかなかね、栄養が足りない。栄養がない。なんか栄養が足りない。